アシス線は台湾台北市大道区の大京東駅から日北市三重区を経由して同市アシス区のアシス駅までを結ぶ台北都市運の路線。中は新アシス線として新城線、中和線に直通している。台北市中心部から距離的には近いながらも淡水岩に隔てられ、台湾でも有数の人口密度を持ちながらも公共輸送機関が路線バスしかなかった旧三重市と旧、 アシス市に戦後初めて開通した鉄道である。運行時間は朝6時から24時過ぎまでで、全列車が南西各駅アシス駅間を通して走る各駅停車である。日中はおおむね10分間隔で運行されており、時刻表は存在しないが、すべての駅のホーム上と改札周辺に次の列車到着までの残り時間を刻々と示す案内表示が設けられている。 路線は車両基地を除いてすべて地下にある。すべての駅にホームドアが設けられており、また各駅には車椅子に対応したバリアフリーが完備され、携帯電話の電波もトンネル内を走行中の列車から十分通話ができるように中継されている。一方で各駅の改札内には売店や自動販売機はなく、駅構内や列車内での飲食は法令に従って禁止されている。 現状では改札内の設備における企業の宣伝広告はなく、台北都市運の広告、または公共広告のみとなっている。C371 型がすべて6両編成で運行されている。1両の長さは23.5メートル、車両幅は3.2メートル、1編成の乗車定員は1914名ある。ため、列車長は、 日本の JR 在来線の通勤型電車のほぼ7両分、乗車定員では12両分以上に相当する。車両基地は、足シ駅の先から半円状に伸びた引上げ線の先に、足シ気象が設けられている。足シ,シ駅から五国、八陸方面に、延伸の構想があったが、2013年3月27日、構想中止となった。ありがとうございます。